ムーディーな感じにですかつってライトが。寿司。しかしここなんもねえな。うん？なんもねえな。まあでしょうね。ないでしょう。一応コンビニというもの存在するから大丈夫だよ、まだまだやっぱ東京都だよ。ああ本当にやばいところはね、あれだからね、コンビニないからね、母ちゃんの田舎とかね。今はどうだろう、人が走ってるのにびっくりする。住民がいることにドッキリしたけど、バス停、バスがそろそろ来るんだな、きっと慌ててたから、うん、バス乗り遅れたら地獄を見そう。すんごい偏見なんだけど、多分少ないんだ気がする。あと1時間後です。1時間に4本とかそんな感じすんやん。投げ全然遭遇しないじゃん、バスに。そもそも、さっき登ってる時に1台バス来てたけどさ、うちらが 帰ろうとした道の反対方向から、うん、後にも先もそれだけやん。してくれるから、ね、わー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 、
白かったから見えたんだよな、こっちは。まあ、やばい、ほんと夜にね、黒いものってほんとダメだなって思う。人間が一番怖いわ、暗い服が着てるとね。まあ、嵐もなんだけどね。だから、こう車とかが気づきにくくないようにいろいろしてるけどね。あとは、ちょっとやったら端っこ歩いて。ニュースでやってたけどさ、どっかの高速道路、うん、走ってた人はなんか左車線に車線変更したのね、はいはい、で、まあ、料金所近くだった時にその左車線 その路肩から車が切れに追突してきて、うん、要はこの状態で後ろから車が来たよ、もう。で、ミラーぶっ壊されてそのまま逃走しちゃってた映像流れてたんだけど、うん、怖っと思って、まあ、どういうことって思って、よほどせっかちだったのかな。でもそんなありえるってぐらい結構ひどい映像だったよ、まあ、一応その女性に枠車線変更するときに確か後ろの方にその車いたのは見えてたけど、かなり距離があったから大丈夫だと思って車線変更したと言ってるから、うん、まあ大統領の人はね、危ない車線変更する人いないからね、普通は。あ、びっくりしたびっくりした、超びっくりした、人出てきたよ。何駅だっけ、海武駅、海武駅、海武さんの地上、海武さんってこの辺だっけ。え、右じゃん。あ、そっか、うん、ないって。の右のあの橋渡ってからあの山のところ少し上上がっていくじゃん、うん、いや近いか、近くないか。いやでももっと近いじゃん、見たけ駅まで来てるから、うん、当て逃げしといて逃げるってやばいよね、うん、まあドラレコである程度ずってからすぐ捕まっちゃう。あって大丈夫？何やってんの？眠いの？眠くないんだけど。どうしたの？どうしたの？違う、暗いから分かんないんで、左の顔が。それで。怖いんだよ。暗いからしょうがない。
よーよ、こんちょろーこんちょろー、ブーン。なんか久々に聞きたくなるわね。え、あの曲なんか久々に聞きたくなる。どういうこと？北風小僧みたいな。あれ何の曲なんだろうね、今さらだけど。寒いから作った曲なの。なんか変な人にイングリップされてしまった絹たしかも。そこ最重要スポットって書いてある。さっきらのあったじゃん、リフォームの人とコラボしてるやつ。大興奮のこの人。やばい、この人、この人面白い。キヌタシカの看板を完全攻略してコミケでマップを作って売りたいんだって。あ、その人に有利されたんだ。じゃあ私いいもの見つけて提供しちゃったじゃん。なんて来たって。え、そこ、なんて最重要スポットって書いてある。いや俺かなり濃い、これなかなかいいスポットだと思う。そして団地